天下は万事円航路が支柱よ。官軍や義勇軍の活躍により太平道の教祖張覚は倒れた。ここに黄巾の乱は一応の収束を見る。だが世の乱れが収まることはなかった。都の洛陽では十条寺ら宦官と帝の外戚の一派が対立。外戚に味方した袁紹らが宮中に乗り込み十条寺を撃った。この騒動に乗じて上洛したのが清涼の豪族董卓である。董卓は帝の身柄を奪うと自らは大尉の座につき権力を独占。暴虐の限りを尽くした。諸侯はこの状況に強い危機感を抱いていた。董卓が戦王を極める少し前、帝の縁戚である大将軍家臣が宦官により誅殺される。曹操、袁紹、袁術はこの機に漢王朝腐敗の原因である宦官を除くべく洛陽に集う。宦官どもめ、権力欲しさで家臣にまで手をかけおったか。ついに本性を表しおったな。袁術、あざ名は黄露。四世三侯の名門袁家の主であり袁紹のいとこにあたる。富や名声を愛し自分より目立つものを許さない。大将軍家臣が宦官により謀殺されると彼は洛陽へ駆けつける。袁術の欲望への道が始まろうとしていた。あんな奴らに牽制を渡してなるものか。陛下のおそばで実権を握るのは高家たるわしであるはず。本将、そうであろう。お前だけではない。私とて名門袁家を都で不穏な騒ぎを起こす宦官は看過できぬ。国を乱す元凶はここで打ち倒してくれるわ。一つよいか。こたびの目的を今一度確認しておきたい。そうそう、身分をわきまえよ。お前はただの役人、わしらとは立場が違うのだ。控えておらぬか。まあ待て、こたびは洛陽に乗り込む以上失敗は許されぬ。懸念があるならばここで述べておくべきであろう。感謝する。我らはこれより洛陽の宦官を排除するが、問題となるのはその後であろう。宦官という盾を失った帝に権力を欲する獣どもが群がるのは自明。陛下を奪われては混迷はさらに増すであろう。いやしい話よ。ならばわしが残って帝の補佐をしてやろう。これならば文句あるまい。お前一人で陛下をお支えするなど無理な話よ。ここは我ら三人で各々の領分を発揮し官室をあるべき姿へ立ち戻らせるべきではないか。さすがは袁紹、話が早い。そのためにも宦官を除きつつ陛下の恩義を確保するのがこたびの本旨となろう。よし、決まったな。では行くぞ。我らで帝と官室を混迷よりお救いするのだ。本署名急遊とはいえ下級役人の話を真に受けおって袁家の風格が損なわれるではないか。
やはりこの国一番の権威と実力を持つわしが遠家を官室を取りまとめねばなるまいな。やつらにそれを分からせてやるわ。見ておれよ。本所や早々に遅れを取ってはならぬ。急ぎ宦官を排除し帝を保護するぞ。宦官に金をむしり取られ皆困っています。宮城の修繕費と称して俺たちの金を、あの豪邸に大金を運び込むのを見ました。どうやら十条寺の一人が守ってるようです。強欲な奴らね。国のためわしがその大金を接収してやろう。お前はもしや金が狙いか。騒ぎ立てぬなら分け前をやってもいいぞ。金などいらぬ。わしが欲しいは貴様らの命。金が。
勝手にせい。役人風情をしゃしゃり出よって。敵将、このエンコールが討ち取ったぞ。うん、任を果たす。金を根こそぎ奪われただと。バカな。それではこの先どうやって。なんだ、金がないのか。それなら宦官に味方しても利はないな。思いのほか堅牢です。脇から回り込んではいかがでしょう。ええ、正面から乗り込んでこそ名族の戦、脇へ回るなどあってはならぬ。ふん、戦下手なやつめ。手段はどうあれ敵を突破すればよいのよ。しておる。ついてこなければ何の意味もないではないか。まだ来ておらぬようだな。ここを制圧してわしの手柄にしてくれるぞ。教えてやろう。ちょっとギルディ、この地は円航路が制した。本所よ、そんな戦下手では
名速は引き入れぬぞ。言わせておけば、今に見ておれよ。敵将、このエンコールが討ち取ったぞ。任を果たせた。これ以上の狼藉は許さん。始末してくれる。帝を盛り立てるのは我らの役目。貴様らなどにどうして。わきまえよ。敵将、このエンコールが討ち取ったぞ。大義である。矢の定めを教えてやろう。宦官の時代は今日で終わりよ。この先は名族に任せよ。素晴らしいご活躍、お見事です。任を果たせた。我が知略にかけて。逆賊め、貴様らなんぞに陛下は渡さぬぞ。矢の定めを教えてやる。覚えておく。
取ったぞ。宦官などわしの敵ではなかったな。して陛下はどこにおられるか。あらかたの騒ぎは収まったが、肝心の帝のお姿がどこにもないではないか。本将どうなっておる。私に聞くでない。宦官どもめ、よもや帝をどこぞに幽閉したのではあるまいな。安心せい、陛下ならば無事よ。どうたか、なぜお前がここに。なぜだと。貴様らがふぬけだからじゃ。なんだと。陛下はこの混乱に怯え、洛陽の外を一人さまよっていらした。董卓様が保護せねば、今頃野党の餌食だっただろう。立場上帝を守らねばならぬお前たちが、こともあろうに都で暴れ、陛下を危険にさらすとは。愚か者どもめ、恥を知れ。もう貴様らには任せておけん。これより陛下はわしらがお守りする。わかったらさっさとここから出ていかんか。してやられたな、ヤスメ。我らの動きを見越し先回りしておったか。本将どうするつもりだ。あんな品のない男に帝を奪われるとは。お前が曹操の話など悠長に聞いておるから。何を。お前の動きが遅かったからこそ董卓謎に奪われてしまったのではないか。二人とも今はいがみ合っている時ではない。董卓は帝の意を借り、国をさらに混沌たるものへ導くであろう。それは何としても防がねばならぬ。ここは一度引き、各自で対策を考えるべきではないだろうか。うん、そうであるな。では我らはこれより領地へと戻ることとする。演術もここはおとなしく帰ることだ。本社の分際でわしに命令するなど100年早いわ。しかし今から董卓を追うわけにもいかぬか。やむを得ん。ここは一度慶州に戻るか。だがわしは必ず洛陽へ帰ってくるぞ。名誉と地位、そして帝を手に入れるためにな。綺麗。その後董卓の動きはどうだ。はっ、奴は権力を傘に着て残虐非道の限りを尽くし、都はさながら地獄絵図の様を呈しています。国全体も黄巾反乱の時にも増して荒廃の一途をたどっています。今こそ炎術様のような名家の方が立つべきかと。やはりあの男は獣の類であったか。どこの馬の骨とも知れん者が帝の意を借れば、もはや国の体をなさなくなるのは見えておったわ。今こそわしが動かねばなるまい。綺麗、諸侯に通達をせよ。略属董卓を討たんとする者は炎黄炉のもとに集えとな。おお、天下の名家
陰術様が自ら立つとなれば諸侯も喜んで参じましょう。陰術様、炎章様より文が届きました。本所から？この急場にくだらぬ要件ではあるまいな。な、何？董卓討伐の連合軍を結成するだと？やつめ、このわしを差し置いて勝手な真似を。同様の文は国中の諸侯へ送られている模様です。すでに洛陽周辺には続々と将兵が集っております。いかがいたしましょう。動けば炎章の命に従うことになり、動かねば董卓を支持することとなりますが。急ぎ戦の支度をせよ。我らもこれより洛陽へと向かうぞ。董卓は討つだが、本所の命には従わぬ。奴から指揮権を取り上げて連合軍をわしのものにしてくれるわ。これより我らは逆賊董卓を打ち果たすべく洛陽へと進軍する。連合軍の指揮は私炎本所が取ることとなった。本所、相談もなく勝手に動きおって。炎家を取りまとめておるのはこのわしじゃぞ。さあ今すぐに指揮権をよこせ。何をバカなことを。諸侯は我が檄文に共感して集ってくれたのだ。皆から信を得ている私が長を務めずにどうする。それにすでに夫人まで済ませておるのだ。もはや何を言っても遅い。お前もこたびは私の指揮に従って動いてもらう。お前には兵糧の管理を命ずる。領末は我らの生命線ともいえよ。怠らずに任に当たるのだぞ。我らはこれよりすでに戦果を上げた孫権殿に続く第二陣の攻撃の段取りを決めねばならぬ。ここで失礼する。待て、まだ話は終わっておらぬぞ。さては早々も凶暴しておるな。このままでは本所に手柄を取られ、地位や名誉も奴のものになってしまう。いや、そんなことになってたまるか。炎術様、先方の孫権様より兵糧支給の要請が来ております。いかがいたしましょうか。放っておけ。これ以上誰にも手柄はやらん。第一、そんなさまつな人などやっていられるか。きれい、わしは誰だ。はっ、この国一の名族炎騎を率いる炎術様です。動乱を鎮め帝をお救いし、ゆくゆくはこの国の礎となられるお方です。そうだ、そのわしがこのようなところで兵糧管理などしていられるか。すぐに出るぞ。董卓を討ち、炎公炉の力を見せつけてくれる。連合軍に集った勇士たちよ、洛陽へ攻め上がり董卓を討ち果たすのだ。本所め、いい気になりよって。やつを出し抜き、わしの方が上だと示してやる。行くぞ。我々は友軍の援護へ向かう。急げ。
クズ殿が群れ寄って翡翠館と古老館を抜けると思うな。連合軍の進撃もこの翡翠館で終わりだ。太夫様がいる限り誰も通さねえ。私らの手で抑える。目標は定まった。全軍進め。倒させてもらうぜ。覚悟しろ。矢の定めを教えてやろう。勝者を持ってきたぞ。こいつで城門をぶち抜いてやれ。みんな、敵の兵器を止めるのだ。ゲロミ、レア高いわ。ゲロミ、勝者の攻撃で止水管が開いたぞ。みんな、一気に攻め込め。この俺が破れるとは。レゴを大したもんだぜ。当然よの。行くぞ。見ておれよ。機械よ、炎鉱炉の前であるぞ。助けてください。村に到着軍が攻めてきて無理やり食料を。わしらを助けてくれるなんて、ゲロミ、心の優しいお方を。ほい、彼の血を攻め、これを接収する。みんな、ゲロミ、あなた様は命の恩人じゃ。他が孫楽と思ったが、連合軍がいたか。行くぞ、敵軍を撃退する。レガ高いわ。ゲロミ、敵の要所をぶっ潰す。村を助けに来てくれただか。ありがてえ、ありがてえ。わしらのために戦ってくれるとは。このゴーン
一生忘れません。世の定めを教えてやる。助けてくださるのですか。ありがとうございます。何をグズグズやっておるのだ。本社に先を越されてしまうではないか。申し訳ありません。しかし敵の守りが予想以上に固く。泣き言を申すな。それでも遠家の将か。こうなればわしが道を開いてやるわ。遠航路の前であるぞ。素晴らしい。守りは我らが受け持つ。何者にも抜かせはせぬぞ。この地の攻防は戦局を左右している。私たちで守るぞ。頭が高いわ。敵の痛いところをついておく。狙うはあの地だ。行くぞ。世の定めを教えてやる。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。敵の痛いところをついて感謝します。ゲロミ。これぞ名家を束ねる遠航路の戦よ。東卓軍など恐れるに足りんわ。忍術様お見事です。我らどこまでもついてまいりますぞ。当然よのう。
素晴らしいご活躍。お見事です。この部、まさに真の三国無双。わざわざやられに来て返り討ちにしてくれる。行くぞ、攻撃を開始する。連合軍の奴らを挟み撃ちにしてやれ。待ち伏せしたはずが返り討ちに遭うと。当然よね。そういえば先方の孫権の姿が見えない。まあよい、奴に構っている暇はないわ。身のほど知らずのクズどもが、わしの主治肉林の邪魔はさせんぞ。正門の守りは固いが、この兵器で突破する。勝者、進軍開始。正門前に妨害柵が設置されています。勝者の進路を妨げているようです。天霊、山岳火点より援軍が到着しました。足場を崩し、戦意を損。気を知らせ、我らの進む先は誰にも阻ませぬ。気を知らせ、我らの進む先は誰にも阻ませぬ。はい、わきまえよ。気を知らせ、我らの進む先は誰にも阻ませぬ。機械よ、炎鉱炉の前であるぞ。やめだやめ、こんなのやってられっかってんだ。敵将、この炎鉱炉が討ち取ったぞ。この先の球場へ通すわけにはいかぬ。貴様らはここで果てろ。気を知らせ、我らの進む先は誰にも阻ませぬ。なんという武勇。敵将、この炎鉱炉が討ち取ったぞ。門を守りきれぬとは、東達様のお怒りはどれほどか。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。目
障りなハエがおるわい。叩き落としてくれるわ。気を消しなぜ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。世の定めを教えてやる。ゲルミ。敵の痛いところをついてやるぜ。豊かわしの力を。このエンコールこそが真の名族よ。ふん、楽よなんぞ触れてやるわ。さっさと長安へ行くぞ。ねえ、トウタクを追い詰めたのに逃がしてしまうと。おまけに帝まで奴に連れて行かれてしまった。このままでは戦果がないも同じではないか。炎術。なぜここにいるのだ。お前には兵糧の管理を任せたはずだぞ。その様子では董卓も帝も逃したか。こたびもまた失敗に終わったな。失敗だと。わしはまだ諦めておらぬぞ。本将、今すぐに指揮権をわしによこせ。全軍を率いて奴を追ってやるわ。追いたくても追えぬ事情があるとお気づきにならぬか。兵糧が届かず兵の士気が上がらぬまま奴を深追いすればこちらにも相応の被害が出よう。それは得策ではありますまい。控えぬか。炎術様の妙策に対しなんと無礼な。名族を愚弄するならばここで俺が切り捨ててやるぞ。俺を切るとは面白い。兵糧が届かぬので気が立っていたところよ。この鬱憤晴らさせてもらうぞ。やめよ。味方で争っている場合か。ここは孫権の言う通り兵の疲弊を考えて一時撤退すべきであろう。それが賢明であろうな。わしが全軍に通達しよう。おのおのもすぐに帰陣し次の戦に備えられるがよかろう。本所め、どこまでもわしの手柄を邪魔するか。やはり奴を除かねば炎家の真の王者として立つことはできぬようだな。炎術様が同族攻めのそしりを受けようとも俺は炎章を打つまでついていきます。炎術様こそが最高の名族だと証明しましょう。それだけではないぞ。わしは必ずこの国で最高の地位と名誉を手に入れてやる。奴ら一人残らず我が元に屈辱させてやるのだ。